の朝ごはんはソイプロテイン34キロカロリー、ブロッコリー9キロカロリー、ヨーグルトに、ブルーベリー、30g 入れて61キロカロリー、つくねっぽいやつ80キロカロリー、納豆86キロカロリー、卵黄67キロカロリー、オートミール111キロカロリー、干しエビ6キロカロリーにマルチビタミンになります。合計454キロカロリーになります。お昼ご飯は丸亀製麺に行って、冷たいぶっかけうどん並み、305キロカロリーにネギをめちゃくちゃ乗せておろし生姜とおろし大根で食べました。かしわ天は1本で182キロカロリーです。合計525キロカロリーになります。晩ご飯はお好み焼きネギもりもり、165キロカロリー、ヨーグルト46キロカロリー、ブルーベリー 20g 10キロカロリーで、お好みソースとマヨネーズが合わせ15キロカロリーにレタス9キロカロリー、すだき、30キロカロリーで、ちょっと少なそうだったんでライトツナフレークマグロミールにオイル不使用を1缶食べました。50キロカロリーです。それでもちょっと少なかったんでミニチーズハットグを1個食べました。47キロカロリーでした。 あと、台湾の、唐揚げの何だったっけな、この名前ちょっと待ってください、今作ってます。ダージーパイを食べました。これが、83キロカロリーになります。合計447キロカロリーになります。1日の合計は1419キロカロリーになります。バランスの方は塩分が、オーバーしちゃったんですけど、ま、お昼のね丸亀製麺のお汁自体は塩分は飲んでないんでこれよりは少なくなると思いますが、うどんの塩分って結構すごいですね。そんなちょっとイメージなかったですけど結構1日オーバーしちゃったんで、で脂肪繊維はちょっと変なサプリをサンプルでもらったやつが脂肪繊維がまあそこそこ入ってるみたいなんで、まあ言ってるのかなと。ちょっとアスケンで打ち込んでも出てこないので、もうめんどくさいんで計算にねちょっと必死早いところがあります。ビタミン A はねまあ頑張れって感じで、さあね今日はこの辺で終わりたいな。お疲れ様でした。バイバイ。